メラもいい位置で。あ、了解です。ありがたいお話を、静岡のシンプルさん、ありがたいお話とかやめてください。連れてきます。ありがたいお話を。うるさいなってまた言われますね。なんかあの時間を気にしなくていいですね。そうですね、うんうん、はい、途中で多分カワウソママがチャチャ入れに来る。あ、本当ですか？そうなんですけど、それなんか乱入してほしいな。何もなければ来ると思いますけど、はいはい、あ、時間になりました。 OK です。じゃあ時間になりましたので、はい、それでは時間になりましたので、昨日からですね、引き続き生き物の魅力発見ショーということで、シンパラダイスの飼育員さん、昨日はカワウソママをお招きしてっていうか、見招かれてますね、特賞をさせていただいたんですけど、今からは伊勢シンパラダイスの名村館長にね、お話を伺って、ちょっとね、楽しくどこまでに話していきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、伊勢シーパラダイスの田村龍太館長ですね、はいです、はい、1996年に怪獣担当の飼育員として入社されて、はい、その後あのいろんなね、あの怪獣たちを飼育されてきてたんですね。そうですね、担当ということで、セイウチだったりアシカだったり、はい、トドだったりっていうのをたくさん、周囲担当してきました。はい、そしてあのよく耳にするのが、あの心肺停止状態で誕生したアシカの日向くん、日向くんですね、はい、日向くんの、あの蘇生に成功したよっていうのをね、はい、あの映像で見ました。ありがとうございます、はい、成功たまたまですけどね、本当にやってみたら生き返ったっていう、いや、すごいですよね。なかなかこの力加減というか、人間とはまたちょっと違ってるところもありますしね。ですね、多分ね、うん、はい、人間したことないですけど、はい、あのまあ、アシカもしたことなかったんですけど、いろいろとその時にガーッて頭が回って、はい、その現場に合わせて動いてたと思います。あ、すごいですね。これはもう多分ですけど、あのみんなの力と、あの奇跡と、はい、まあ、そうですね、日向くんの生きる力とっていうのが、ね、はい、合わさってあの復活してくれたっていうね、はい、エピソードがちょっとあの初っ端からですけどすごい感動しました。そうなんです。そしていろんな、ね、怪獣の飼育を担当されて、はい、その後あの飼育員から初めて伊勢シーパラダイスでは館長に、そうですね、はい、就任されたと、そうなのかな、そうなのかな、はい、出てました。あ、そうですか、はい。はい、というあのこういうね、あの入社からの流れなんですけれども、田村館長の子どもの頃の夢っていうのがまさしく水族館で働くこと、そうですね、はい、はい、そしてアシカやイルカのトレーナーになることということで、はい、もうまさしく夢を叶えたですね。あの小学校の時にアドベンチャーワールド、何知らないアドベンチャーワールド見に行って、はいはいはい、あの負傷してた人たちを見てあれになりたいっていうのが始まりですね。多分その前から、はい、ワクワク動物ランドとか、はいはいはい、あと何、野生の王国か、うんうん、はい、そういうのを見てました。ちょっと年代が多分違うと思うんで、いや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 、そうなんです、ね、もちろんムツゴロウさんもいてましたよ、はい、いてましたよね、はい、はい、そうそう、私がちょうどあのムツゴロウ王国に憧れて、はい、あの動物の世界で働きたいっていうふうに思った世代なんですけど、はい、はい、僕もその世代ではあるんですけど、はい、どうなんでしょう、野生の王国は多分知らないと思います。野生王国は実は知らないんです。ですよね、野生王国知ってる人いる、はい、野生の王国です。野生の王国はどこにあるんですか。いや、っていう番組ですね。あ、番組ですか。確かそんな名前。野生の王国知ってる人、あ、一人だけ。あ、年代がバレる。同年代、同年代、なるほどなるほど。もしかしたらね、子供もっと小さい時にやってたかもしれないですけどね。そうですね、はい、というなんかおそらくこう動物の世界で働いてる人たちは割とこう動物番組だったりとか、まあ、そういうところでね憧れを持ったりとか、もちろん根っこがね生き物好きとか動物好きっていうので、あのそれで影響されるんですけどね、はい、うん、はい、というあの夢があって、で現在は伊勢シーパラダイスの館長として動物と人が双方で
楽しめて共存できる、そうです、ね、はい、空間を作ることを考えてらっしゃると。よく引っ張ってきましたよね、はい、あ、そうなんですよ、めっちゃね調べたんです、これこれね、私が新パラダイスさんにプロフィールくださいって言ったわけじゃなくて、本当に田村館長って検索して記事を片方から調べて見て、そんな気持ち悪くやってました。すごいなと思って、はい、ありがとうございます。人となりがそれでやっぱり見えてくるじゃないですか。あ、確かにそうですね、かっこいいなと思って勝手に、あ、すみません、はい、ありがとう。ちょっとね、コード踏んでるちょっと待って、いつからすいません、はい、というプロフィールですね、はい、でそして私なんですけど、多分誰かなって多分みんな思うと思うんですけど、ですよ、ね、そうですね、思いますよ。そうですよね、はい、クッキー屋なんです、私生き物クッキー専門店っていうのを三重県の桑名でやってまして、生き物クッキーって何ぞやって多分皆さん、クッキー屋さんだよね、可愛いクッキー屋さんだよねって思ってくださるんですけど、まあそうなんですよ、はい、そうですね、生き物を可愛く作る多分才能はあるんです。素晴らしい素晴らしい、はい、でもただその可愛いっていう定義がどこにあるのかっていうと、うん、大事なところですね、はい、生き物たちの仕草だったり、その子の性格であったりとか、はい、動作だったりとか、はい、なんか何を食べてるか、どういうところが好きなのかとか、毛並みの色だったりとか、うん、なんかそういう特徴を全部伊勢シーパラダイスさんでもお伺いして、それを型を作って形にするっていう、はい、自分で全部作るってことですかね。全部自分で作ります、はい、で見たものを感じたものを形にして、はいはい、それを、うん、その他の一般のお客様にも感じてもらうような。そうですね、なので分かる人には分かる仕組みがされてるって感じです。なるほど。でも説明しないと多分分からないっていうところもあるので、なるほどね、これどうしようかなっていう伝えたいけど伝えきれないっていうのを、うん、ちょっとジレンマがありまして、はいはいはい、はい、なので今回ちょっと喋らせてくださいって多分お願いしたと思うんですけどそうですね、はい、どうしたんだろうと思いながらっていうか、元々がね、はい、僕の感覚的に例えば3年4年ぐらい前に、はい、急に来たうち来てもらった感覚があって、そうですね、突然現れましたよね、はい、怖いですよねクッキー屋さんが来たと、はい、え、何しにって思って、そうですね、はい、うん、で、まあ、動物を近くで見たものを、はい、まあ、ちょっと形にして、うん、まあ、可愛いだけじゃなくて、はい、やっぱりクッキーを通して興味を持ってみてもらいたいなと、うん、動物の方にっていう話を会って初めて聞いたんだと思うんですけど、そうです、初めましてで、はい、シーパラダイス の皆様方がねお揃いいただきまして、そうですね、よく揃ってくださったって、あの時点でもちょっとびっくりしたんですけどはいはいはい、はい、で、ね、そのまあ初めは何だと思いながら行くわけですよ、クッキー屋さんとか、はい、で話を聞いているうちに、うんうんうん、あ、この人変態的に本気だと思って、はい、そうですね、そうですね、あ、本気だこの人って思って、はい、でしかもこうずっと話をしてると、うん、着地点もよく似てるなっていう、はい、だから、うん、水族館動物園は、まあ、生き物を通して皆様にこう興味を持ってもらうように、うん、っていうことをしていると、はいはい、でクリマロさんはクッキーを通してそれがしたい、うん、そうなんですよ、ことで合ってるんですか。合ってます、合ってます、はい、本当にその通りで、可愛いクッキー屋さんっていうイメージがどうしても知らない方はあると思うんですけど、なんでしょうね、なんか結構小細工をいっぱいやってるんですよどういうことですか。小細工結構入れてるんです、ちょっと後でちょっと説明するんですけど、あ、分かりました、届くか分かんないです、そこまで届かないかもしれないそうなんですよね、なんかちょっとスイッチ入ってくるとね、止まらなくなってくる。そうですね、ずっと喋ってましたもん、はい、その、はい、初日の時も本当ですか、はい、怖いずっとお話し、あ、でも一生懸命喋ってらっしゃってお話しされてて、はいはい、あ、もう余計なこと言わんと思って思うぐらいこっちがだから、あ、もういいですよ、お任せしますって言ったと思うんですよ。本当ですか。でその間に入ってた、その時のうちの広報の人が、はいはい、まあ、例えば条件がどうのこうのとかっていう話、はい、どうしましょうみたいなことも、うん、もういいよいいよお任せしようすごいですね、まあ、
かあの時のことすごい緊張しながら、あ、そうですか、はい、どういうふうに飼育員さんたちのこの思いをクッキーに伝える乗せるっていうことをしたいっていうことがどうやってやったら伝わるかって結構やっぱクッキーになると説明難しいんですよね。そうですね、これなんですけどっていうのが、はい、あ、クッキー作ってんだねってやっぱ入り口としてはなっちゃうんですね。そうですね、はい、まさしく入り口はそうです。そうなんです、そうなんです。っていうのをもうなんか熱量でしか伝えられないからめっちゃ怖いんですよ。ちょっと聞いてくださいっていう感じでね。もうすごい熱量だからもうこの人もう変態だと思ってもう任せて大丈夫って思って、はいはい、うん、もういらんこと言わなくていいからいいよって言って、いやそうです、そうです。もうお心が広いです。あ、いや違うんですよ、違うんですよ、巻かれたんですよ。そうですか。嬉しかった。あ、そうですか。はい、で、その時も確か聞いたと思うんですけど、はい、僕がちょっとうろ覚えで、はい、多分いろいろたどり着かないかもしれないですけど、そうそう、まだね、2枚目なんです。はい、どうしてうちなんですかって質問したと思うんですけど、うんうん、はいはい、なんででしたっけ。その時はで今でもそうなんですけど、そのただ売りたいわけじゃないという話を多分したんじゃないかなと思うんですけど、あのクッキーをただひたすら売りに来てるわけじゃなくって、その子その子 の魅力をしっかりとコミュニケーションが取れる方がいいんですっていうことだったと思うんです。コミュニケーションが取れるって飼育員さんとか例えば、はい、あとはふれあいの水族館っていうところも私の中ではすごくポイントがもうすごくあって、飼育動物生き物と、はい、スタッフがっていう、スタッフもそうですし、その対お客さんもそうですし、あ、なるほどなるほど、そうなんです。全部ひっくるめて距離が近いっていうのがやっぱりすごく私にとってはすごく魅力的なところであるので、まさしくふれあい水族館でございますので、まさしくそれに私は罠にかかっていたわけです。はい、そういう感じです。はい、そうでしたね、うん、はい、確かその時質問したと思うんですよ。どうしてうちに飛び込んできたんですかっていう話をしてたと思うんで、はい、なるほど、はい、すいません、そういう感じで、ただひたすらすごい好きなんですっていう伝え方だったと思うんですけど、はい、はい、すごく圧がありました。圧がありましたね、はい、はい、もう、はい、ちょっと恥ずかしくなっちゃうんですけどね、はい、なので私のミッションとしてはこのシンパラダイスにいる生き物も含めなんですけど、はいはいはい、世界中の生き物がナンバーワンだっていう気持ちでいるので、はいはい、例えばこう苦手な生き物が皆さんいたりするじゃないですか。キャーってなっちゃうような生き物でもその生き物が世界中で一番愛してるっていう人もいるわけですよね。はい、そうなので地球の中のバランスとしては、はい、この生き物はなんかいなくなればいいとか、うん、そんなことの世界じゃないわけじゃないですか。すべてのバランスが整ってて、その地球の中で私たちも生かされてるので、で、ね、その一匹一匹それぞれが主人公であると、はい、でその子たちにいかにスポットを私は当てていくかということをひたすらやってるっていう感じです。じゃあもう永遠に出来上がっていく。あ、そうなんです、永遠に終わらないっていう感じなんですよね。ですよね。ちょっと見ましたけど、はいはい、とはいえですよ、はいはい、バッタじゃない、コオロギの粉末のクッキーみたいなって あ、あります、あります。あれはちょっとダメだなと思います。ダメですか？食べるのはちょっとどうかな。あ、僕がね。食べます？いや、僕は食べる。ちょっと。食べない。食べるのはちょっとって思いましたけど。そうか。この間あれですけどね、タガメサイダーも私たち飲んでますけどね、普通に。何ですか、タガメサイダー。タガメサイダー、ちょっとどうじゃ。タガメサイダーっていうサイダーがあって、タガメのフェロモンが入ったドリンクなんですけど、はい、タガメのフェロモンってどんな匂いがすると思いますか？いやー、わからないですね。想像もしたことないです。考えたこともないです。あ、本当ですか？タガメサイダーね、ラフランスみたいな、青リンゴみたいな香りがするんですよ。なので、原材料見ても、原材料の中にタガメって書いてあるだけで、はい、特にその、なんか香料が入ってるわけではなくて、タガメのフェロモンが入ってて、青リンゴの味がして美味しい。あ、なるほど、はい、そうやって聞くと、はい、まあまあ味見程度になっていうのはなるほどね、はいはいはい、でもそうやって聞くと、うん、アタガメってそういうフェロモン出すんだっていう興味はね、で実際味わって匂い嗅いて、うん、
ってやると、うん、いろいろちょっと興味は湧いてきますので、そうですね、無理やりですけど、はい、別にね、無理して食べてもらうものってないので、本当にね、それが私たちはなんか知らないうちに、実は着色料なんかで生き物のね、虫の着色として使われてたりとか、お知らない間に食べてます。蜂蜜なんかまさにそうですか。蜂蜜はだって蜂の唾液が入ってるでしょ。ああ、なるほど。はい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 。確かに、なんかあんまり、そうですね。はい、ちょっと、もう、カズどうします？進めない、進みましょうか。はい、ということで、まあ、こういうお店がね、三重県の桑津でありまして、はい、まさしくこの自然の、森があって、海があってっていう壁面を、これは壁屋さんに頼んでこんなの作りたいんで、はい、外にバーって落ちて、はい、っていうのを作ったりとかですね。なのでこのクッキーたちが本当に生き物であるように、うん、置きたいなと思って、なるほど、はい、その自然な感じをちょっと表したやつですね。あれこっちに反映されてるんですか。あれ今あ書いたんです。めくっちゃいましたね。あ、そうですね、はい、はい、そしてさっきの経験を形にするっていうところがまさしくこのひらりくんとの握手ですね、はいはい、この握手でできたクッキーがこれなんですけど、はい、はい、見ました、はいはい、ありがとうございます。ひらりくんがこの餌をね、取るときに岩場にこうやって突っ込むでしょ。そうですね、昨日もカワウソママの小野田さんが言ってくださったのが、はいはい、こういう穴があったら入れたくなるっていう、そうですね、探りたくなる、はい、探りたくなるっていう習性を利用してもう突っ込むみたいな、それを握手とそうですね、はいはい、お客さんも楽しめて、生き物たちが自然な形で気づいたら触れ合いしてたっていう作りになっている、はい、これもなんと日本で初めて、そうですね、はい、伊勢シーパラダイスがその通りです、はい、やったということで、さすがでございます。いや、これは本当にいい開発だった、うん、いや、これは本当に天才だと思います。カワウソも楽しいですし、はい、うん、修正を、要は自分を生かす、うん、脳を生かすということで、はい、プラスそれで周りの、うん、人間の方が楽しい、うん、はい、両方が楽しいということで、みんな並んでますよね。そうです、はい、はい、握手したいって並んでます。そしてこちらのですね、この手を入れて辰野落とし子、はい、の体験とか、これ後で出てくるかな、はい、あとチンアナゴに餌をあげる体験とか、はい、飛びはぜを手に乗せる体験、ね、はい、まあ、これも全てこの生き物たちの習性を生かしているので、タツノオトシゴも流されないようにキュッて勝手に巻きついてくる、うん、はい、あと飛びはぜなんかはもう手が置いてあるところにただ登ってくるっていう、そうですね、そうなんです、はい、なので人間が捕まえに行くっていうことは一切しない、その点がポイントですね。だから人間が追っていかない、はい、向こうから来てくれるっていうのがポイントです、はい、なのでもう生き物たちはストレスなく、気づいたら触れ合いしてたっていう、そうですね、多分気づいてないんですよね。そうですね、はい、そのつもりはないと思います。そうなんですっていう、その仕組みがやっぱ素晴らしいなと思っております。ありがとうございます。はい、でここで経験したものを私がこのクッキーにデザインしていくんですけど、はい、専門家に話を聞くと、その専門家の熱量めっちゃすごいんですよ。飼育員さんたちがやっぱり好きのパワーってすごいので、はい、何でもそうなんですけど、図鑑を見てこれ作ってみようっていう気持ちと、あと飼育員さんから聞いた熱量をそのまま受け取って作る時の私の作る熱量も全然違うんです。なんかすごそう、全く違う。すごそう、怖がらないでください。そう、全然違うんですよ。やっぱりその人の思いが私入ってくるので、はい、なのでやっぱり現場に行って見て触れて感じてっていうのは絶対的に作成するのには想像力っていうのが借り立てられるので、はい、絶対的にこれは必要な作業だと思ってます。写真見たら作れるじゃんって思うかもしれないです。そうですよね、はい、多分そう思うと思うんですよ、はい、でそういうその写真だけではなくて、その、まあ、実際体験したことっていうのは、はい、型を作るとか、うん、そういうところに実際生かされていくものですか。生かされていきますね。
なのであのどういう形で作るかっていうこと自体もまだ何も決まってない状態でいくので、あそうですね、確かにそうですね、はい、そうなんです、あのそうですね、あの動物見てても角度が変わってたり、はいはい、そうなんです、その要はその個体一頭一頭の良さげな個体あの角度というか、はいはい、見た目のも考えてってことですよね。そうですね、 そこからもう自分でできるってことですよね、調節が。あ、そうですそうです、はい、なのでその時感じたことを形にしてるので、多分日によって多分来た時のタイミングとかあのその飼育員さんから伝えていただいたことによって多分形って変わってると思います。なるほど、はい、なのでこの日その時出会ったことでこれができてるんで、うん、はい、なのでちなみにこれは牙がないですね、ダンポンね、そうですね、はい、これタンポポちゃん、タンポポちゃんです、はい、セイウチってオスもメスも牙があるので、そうなんです、はい、なのでシーパラダイスさんに持ってくるやつだけ牙がない子が入ってますなるほど、はい、そうなんです、それがタンポポですね、これタンポポちゃん、ひまわりちゃんとね、あのセットで、はい、あのお客さんがあこれ牙だとか言いながら、はい、あのお客さんが選んでるのもよく見ますので、そういうのも嬉しいなと思います。いやいや、はい、そういう話を聞くとこちらも嬉しいです、はい、ありがとうございます、という感じで、これがあの今まで作った伊勢シーパラダイスで私があの体験させていただいたり話を伺ったところでできた作品たちですね。さっき見たこのカワウソさんとセイウチさんもタンポポとヒマワリそれぞれですし、あのタツノオトシゴを手に絡ませてっていうそこの経験からリングができたんですよね、はい、ルータもこれも無理言いました、はい、あ、とんでもないです、ルータ の名前をねあの決まりましたっていう発表の時でしたそうですね、そうですよね、はい、その時にルータって、なのでやっぱりあの私たち作る側としてもあのこの方で作る時はルータって言ってます、みんな、あールータ何匹作るって言って、いまだにルータで呼ばれているし、あの製造のあのあれです、あの製造表があるんですけどそこにもルータって書かれてます。そうなんです、はい、なのでこの方は一生ルンタなんですよ、あ、はい、もう完全に個体になってる、はい、そうそうなんです、もうこの子はルンタですね、だからかその、はい、肩も、はい、肩がもう個体ってことですよね、あ、そうですそうです、そうなんですよ、特にあの伊勢シーパラダイスさんは肩によってなんか名前で呼んでる傾向がありますねこの子は誰って言って、そうそう、ひまわり何匹作っとくとかそういう感じです、なるほど、はい、面白いですね、はい、そしてあのお店ね、うちあの2年前に移転したんですけど、はいはい、その時も飼育員さんとあのこのヒラリーがね私のところのロゴを持って駆けつけてくれたんですよ、オープンの1日目かな、初日かな、2日目かな、それぐらいの時にありがとうございました、話は聞いてます、はい、はい、嬉しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、これみんな合成写真かと思ってますね、って思うんでしょうね、はい、パッと見たらね、そうなんですよ、まさかこんなんして撮るとは思わないでしょうから、そうなんですよ、でもやっぱりあそこの二見のあの水族館だよねっていうのはこれでわかるみたいです、あ、なるほど、お客さんにいつも声をかけていただいて、はい、はい、あそこの顔嘘だよねっていうのはみんな知ってますね、ありがたいです、はい、ヒラリですね、ヒラリがこれ持ってくれたんですよ、え、合成じゃないんですか違うんですよ、本物なんですって言って、あのちょっと自慢してます、自慢し続けてください、はいはい、レジの後ろに飾ってありますからねはい、ということで今回ですね、はい、館長にせっかくこうやってお話をさせて、ヤッホーでーす今昨日ね一緒にお話しさせていただいたカワウソママがやってきましたはい、ということでちょっとこういう質問ちょっとしてみようって思った、私の勝手なあれですけどね、はい、怪獣たちの特徴って、はい、パッと見た目で多分わからない人って結構いると思うんです、はい、それを聞きたいなと思って、パッと見た目で種類の特徴ですよね、はい、種類の特徴です、あ、そうですね、はい、伊勢シーパラダイスでいる動物、脚類、はい、ヒレ足動物ですね、はい、海の動物たちで言うと四つ足の、大きく分けるとセイウチの仲間、はい、アシカの仲間、はい、アザラシの仲間の3つですね、なるほど、アシカはトドとオットセイも
含んでるってことですね。そうですね、カリフォルニアアシカ、アシカの仲間にオットセイとオタリアとかが含まれてます。なるほど。でセイウチはあのセイウチ一種類だけです。なるほど。セイウチはセイウチだけ、はい、でゴマゴアザラシは、うん、その他にも例えばミナミゾウアザラシだとか、はい、クラカケアザラシだとか、はい、ワモモアザラシとかっていうアザラシの仲間になりますね、うん、なるほど。これ全部どれが何かって言える人、言える人これもう名前出ちゃってますけどね。そうですね、聞きたいですよね、特徴 ね。はい、じゃあ聞きたい。じゃあ私知ってるやん小野田さん聞きたい。改めてぜひ聞かせていただきたいです ね。はい、じゃあこちらがですね、見えるかな、ゴマフアザラシちゃんですね。です。ゴマフアザラシ、まあ、ちょっとアザラシを代表して話をすると、はい、歩くときにまずお腹を吸って、要は芋虫かどうかみたいな感じで歩きます。はい、確かに。はいはい、で要は、お腹を地面から浮かせては歩かないです。うん、ベタって寝てるイメージがありますね。そうですね。何に行って吸って歩きます。なので手足が短くて、はい、前足がこんな感じで、はい、結構大きな爪があります。あ、よく見ると爪がある。はい、で後ろ足はこんな感じ、後ろ足にも爪がある。ですけど、ね、爪書いてないな。なるほど。で、アザラシの仲間は後ろ足をこう左右に振って、はい、推進力を得て、前足で舵を取る、主にですけど、はいはいはい、急いでるときは前足でかきながら後ろもかきながらバーンってスタートダッシュしたりしますけども、はい、基本的に回遊しているときは例えば後ろ足でこうなんですね。そうですね。あ、こうではないんですね。ではないですね。あ、そうなんですね、はい、なるほど。あ、それは考えたことなかったです。なので左右にこう行ってますね、はい、なるほど。で、爪が、はい、前の手に5本の指と爪、うん、後ろ足にも5本の指と爪があって、はい、っていう形ですね。なるほど、はい、ちなみに爪切りとかってするんですか？たまに伸びすぎてたらするんですけど、うんうんうん、ほぼほぼしないです。ほぼほぼしない、はい、削れていくって感じですね。そうですね。なるほどなるほど。これが前足と後ろ足ですね。そうですね。で続いて同じアザラシちゃんですね、はい、これは尻尾の方ですね。そうですね、尻尾あるんですね。はい、ザクッというとこうやってしゃもじみたいな形ですね、はい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 、薄さ、横から見たら薄くて、はい、なんて正面からというか、はい、見るとちょっと丸く大きくなってて、うんうんうん、っていう形の尻尾をしてます。なるほど。結構あのアザラシちゃんはこの辺くちゃってまとまってるの で、ね、なんかよく見ないと尻尾がついてるっていうのは、はい、知らないかもしれないですね。これ結構王様って束になっているとかあるんで、はいはい、後ろ足と尻尾がこう一緒に見えてしまうので、はいはい、なるほど。こんな特徴があります、はい、あとちょっとこの縁、はい、縁の毛が、あ、色がかわいいかなと。かわいい。あ、本当ですね、はい、確かに縁の毛が色がちょっと薄いですね。そうですね。うん、はい、言われないと確かにわからないかも。で、はい、ちゃんと、骨が入っているのでしっかりしてます。あ、骨もある、はい、すごい。結構立派な尻尾ですね。そうですね、飾りじゃないのよ。いや、確かに、はい、そうなんです。なるほどなるほど。ね、尻尾飾りじゃないのよ。あ、飾りじゃないのよ、尻尾は。尻尾は歌うとこや。なるほどなるほど。はい、じゃあ続いてですね、こちらがカリフォルニアアシカ、はい、ちょっとトドとオタニア、オットセイと代表してちょっとアシカで写真撮ります、はいはい、確かに立ってますね。そうですね、アザラシちゃんベタってしてたけど、はい、あのむくっと起き上がれるわけですね、はい、この歩くときはお腹を浮かせて、うん、まあ、犬猫と一緒ですね、四つ足で歩くことができます、はい、おー、なるほど、はい、で推進力を得るのは主に前足、はい、うん、で後ろ足が方向火事になるので、はい、アザラシと逆になりますね。なるほど。こっちが前足で後ろ足ですね。そうですね。で前足、アザラシは、爪が大きいのがありましたけども、見た目はないですね。ないです。ただちゃんと5本の指の方で前にも後ろにもあって、はい、よく見ると点々点々って書く、ああ、ちょっと上の方にありますね。そうですね、先っちょじゃなくてちょっと、はい、
上のあたりに点々点とありますね、うん、これが、爪になります。なるほど。結構なんかイメージとしては足皮つるっとしてるイメージがありますですけども、まあ、あの先手先、はい、足先以外は毛で覆われてるので。なんでしょうね、このツヤ毛なんですか。黒色だからやっとねえ、ツヤツヤ、なんかなんかあの毛があるようにあまり見えないですね。はい、うん、ツヤツヤなイメージですね。アシカちゃん、続いて、あ、はい。ごめんなさい。で、後ろ足に爪が、うん、まあそこそこ長い爪。あ、本当だ。よく見ると長い爪がある。なんなんか三本ですね。本当ですね。両、親指、小指の爪はほぼほぼないです。あ、なるほど。で、この爪で痒いところ、だから頭とかもかって後ろ足を持ってきて描きます、はい、でアザラシは手で描きます、はい、あ、そうなんですね、はい、あの昨日のカワウソのお話でもあったんですけど、まあ、カワウソ持ってきちゃうけどあの3本長かったですよね。ちょっと真ん中ですね。やっぱりなんか真ん中がやっぱりあれ、ね、使いやすいのかもしれません、ね、かもしれないですね。これはやっぱまだ退化しないっていう、はい、ちゃんと描くのに使っているので、うんうんうん、あとはまあちょっと芯というか、はい、しっかりできるようにあの芯にもなってるとは思うんですけども。なのでアザラシは倒立はできないです。皆さんがよく足化粧とかいうような倒立っていうのはアザラシはできない、できない体の構造で、こうこういけないってことですか。そうですね、なるほど。アシカは前足でこう、はい、なんか出てきちゃうな、推進を得て得るので、はい、要は鳩の根というか、はい、上半身がすごく力強いので、うんうん、でお尻の方がちっちゃくなっているので、うんうん、軽くちっちゃくなっているので、なるほど、重心が胸元の真ん中にあるので、はい、うん、取りやすいんですね。そうですね。なので倒立ができます。すごい、すごい器用だなって思ってます。はい。いつも。で、耳ですね。はい。近いって言われる耳が、耳あるのが足かの中。耳ありますね。アザラシはないですね。ないですね。アザラシないですね。本当だ、耳がある。なるほど。これ尻尾見てみていいですか。はい、で続いて尻尾、はい、あ、かわいい尻尾ちょろっとついてます。ちょろってついてますね。アザラシの方が立派な尻尾ついてるんですけど、本当ですね、はい、でアシカは、アザラシはちょっと平べったい感じだったんですけど、アシカとかトドとかちょっとなってるでしょう、少し平べったいんですけど、はい、防水系な感じですね、はいはい、ちょっと立体的な感じ、円錐みたいな感じ、かわいい形をしてます。はい、これ動くんですか。多少動きますね、はい、気になる。ただこうやって動く、例えば嬉しい時に犬みたいに振ったりはしない、はい、しないですか、はい、なるほど、なるほど。緊張した時にちょっとピンって上がる感じのイメージは、うーん、なるほど。で、足が、あのアザラシはこっちへ投げ出された感じですけど、ね、はい、でもこういけるんですね。前に持ってこれますね。なるほど、なるほど、はい、そうか、流れてるわけじゃなくてこういける。そうですね、本当にモサモサですね。こうやって見るとね、はい、こっちで見るともうツヤっとしてますけど、ちゃんと、そうですね、はい、乾くとちゃんとぬいぐるみみたいになります。ぬいぐるみみたいになりますちゃんとぬいぐるみになるっていう、かわいいですね。そうなんです、はい、臭くなりますけど匂いが出てくる。ああ、なぜでしょう。体臭が、あ、はい、なるほど。特に発情期は臭いですね、うん、オスは特にです、ね、あ、フェロモンかなんかですね、なんかが出てます。なるほど。アシカちゃん見ていったので、続いていいですか、はい、続いて、あ、これアシカの仲間ですね。ですね、さっき見てたのがアシカ で、こちらがトドとオットセイ。見た目、さっきのアシカもトドもオットセイも、うんうん、オスを今あの撮影しましたけど、はい、形は一緒です、うん、ただ細かく見ると、うん、トドは一番体が大きくて1トンぐらい、はい、で全体的にちょっとボサッと丸い感じ、うん、確かに、がはい、でズブリンクしたりですね、はいはい、でオットセイの方は鼻先がピンと長くて、うん、耳もちょっと長い感じがしますね。本当ですね、はい、あ、耳長い、結構長いですね、はい、あと毛ですね。オットセイは毛がすごい密です。あ、ね、ちょっと外用性、例えばアシカとかトドはちょっと沿岸に近いところ、はいはいはい、オットセイはもうちょっと外、海の方で浮いてびっくりしたりしてるような動物なので、はいはいはい、それもあってだと思うんですけど、すごい、もっと毛がすごく密で毛むくじゃらだ、はい、ちゃんとこう体温が奪われないように、はい、うーん、すごいですね、
やっぱりその地域その地域の進化はやってますね。そうですね、進化やってますね。で大学の先生が解剖したりとかしている先生が言ってたのは、関節が柔らかい高校生、おそらくですね、採用で、多分こう浮いて生活してるので、体が柔らかいんじゃないか。なるほど、あの荒波にも耐えられる的な感じ、ね、そうですね、はい、360度しなやかに動くのが多いと思います。見比べると分かりますね。そうですね、確かに。で一つ戻ってもらうと、アシカのオスは頭が、おでこが出っ張ります。確かに、オス、違う、先生とすると、はい、本当ですね、はい、オトセの方が確かにシュッとしてますね。シュッとしてておでこがあまり出てないですね、はい、そうそうそう、なるほど。こんな形がこうやって言われて見比べるとよく分かります。そうですね、おでこちゃんと綺麗に、綺麗な形が、なるほど。あ、これはね、よくわかりますよ。でも、パッと見た目で、これは何の動物でしょうかって言われると、私多分トドのとこで、ちょっと考えさせてください。多分、あの、今はわかりますけど、なってましたね、あの、昔。はい、じゃあ続いて、セイウチ、やっかわいい。セイウチですね。まあ、セイウチは何といってもヒゲと牙が特徴です。はい、で、牙はさっきもお話ししましたけど、オスもメスもあります。ただタンポポちゃんはちょっと牙の病気で抜いちゃったんでないんですよ。でこのヒゲを使って海底に、海底の、まあ、地面というか海底を探って軟体動物ですね、あのホヤとかあと二枚貝とかを、貝とか食べるんですね。そうですね、こんなに大きい体なのに。そうですね、すごい、なので泳いでる魚を捕まえる形の体ではない。あー、なるほど。どちらかというとシュンシュン泳ぐんじゃなくて、海底である程度ホバリングというか止まって探っていく。なるほど、なるほど。じゃあ、まあ、俊敏に動くみたいな感じではないんですね。はい、形としては、ただ俊敏な動きです。うわ、すごい、この重さで、はい、うわ、すごいですね。なのでセイウチは前足でも後ろ足でも推進力を得て泳いだりしますけど、まあ回遊するときは結構もう前の手は立って畳んで後ろ足だけこう左右に振って泳いでいく感じです。パワー系ですね。パワー系わかんないですけど、なんか勝手なイメージですけどパワー系だなと思って、ね、ちなみにこの、あの牙の役割は、まあ、攻撃、攻撃威嚇とかが思うんですよね。であとはその僕でも見たことないんですけど、はい、例えば流氷、寒い地域の、はい、そう、北の方の北極圏の動物なんですけども、流氷に上がるときに一回こう牙をかけて上半身を上げてから手をついてこう上がったりもするらしい。らしい。ただ見たことはないんですけど、まあ、ただ上がろうとして引っかかったかもしれないですね。いやでもねかけてるんだ。そう、めっちゃ器用じゃないですか。ね、頭いいですから、ちゃんとこう自分の牙の長さの範囲も分かってます。わ、はい、すごい賢い。へえ。だから意図的に使えるのは使えると思います。はいはいはい。これひまちゃん、これ抜いちゃった時焦ってませんでした？ポポですか？あ、ポポちゃんだ。あ、そうですね、はい、あの亡くなった時はやっぱり今、牙を振り下ろす喧嘩をするんですけど、はいはい、今ないのにそうやって下ろしてますね。あ、やっぱり亡くなったけどちゃんと、はい、そうですね、あの名残ります、はいはい、タッチしてますね。なるほど、ね、このね表情が何とも言えないですね。で前足も5本の指、後ろ足も5本の指、それぞれに爪があって、爪ある。後ろ足の真ん中が長い、はい、でこの爪で足かかと同じように頭をかいたりもできますね、はい、要は、後ろ足が前にあります、アザラシみたいに後ろに出てる話じゃないですか、はい、で前の手にもちゃんと爪があって。本当ですね、なんか今までこの爪にあのそこまでフォーカスしてなかったですけど、今度からなんかずっと爪探してしまいます。爪あるあるってやってしまいそうです。こういうのもやっぱり近くで見ないとわからない。わからないですよね、確かに。遠くではだってもう全く見えないですよね。そうですね、もう全体としてか、ね、あの見ていかないと思うので、やっぱね近くに行って、あのひまわりもタンポポちゃんも外出てきてくれる時間ありますもんね、伊勢シーパラダイスはね。その時にぜひ近くでこう手をね見てもらいたい。見てもらえると触っても大丈夫なんですね。楽しいですよね。
はい、気にしてるんです、ね、はい、で尻尾ですね、お尻、はい、ですね、必要なのかどうかわからないみたいな本がついてます。ただ多分水流を、ね、はい、まとめるのにあった方がいいんだと思いますけど。あ、そういうことですか、はい、なるほど。こういうちょっとボテッとしたおにぎりみたいな尻尾がついてますね。かわいいです、はい、この大きさでここだけシュッとこうパンダみたいなね、はい、はい、これがまたたまらない。優勢打ちの尻尾ですね。なるほど。毛がねちょこちょこっと。確かにそうですね。あの生打ち、野生の生打ちもそうなんですけど、うん、あのまあ、アシカもアザラシも生打ちも、年に1回毛代わりっていう関門の時期があるんですけども、はいはい、毛代わりしたての時は毛が生打ちはあるんですけど、うんうん、もうすれてすぐなくなってしまいますね。野生の子の写真とか映像を見てる限りはもうないですね、はい、ない子が多いですね。ちょこちょこすいませんちょこちょこ出てきちゃう。はい、なのでその代わり皮膚が厚いっていう感じです。でアシカとアザラシは、ちゃんと一年中毛で覆われます。結構ね、分かりやすかったですね。この、あ、これ、お尻比べというのがありますけど、あのさっき見てきた通りですね。はい。はい、お尻の方の形と、うんうん、まあ、毛の感じですね。はい。ですね。これ、皆さん思いましたか？はーい。思いましたじゃあ、ここで、ちょっと当てっこしていきたいと思いますね。足もね、こんだけ違いましたよっていうところで。はい、これ何の動物か分かるかなっていうところを、あ、ちょっと待ってくださいこれあれですね、確かに私ちゃんとこれやってなかった。何でしょうか。今更スライドショーを始めますはい、あ、これね、はい、何の動物か分かるかなっていうことで、はい、じゃあ、クイズいきます。答えられる方答えてください。じゃあ一番上のこの生き物何でしょうか。はい、はい、ゴマフアザラシ。ゴマフアザラシ、正解。正解ですか。正解ですね、はい、じゃあ続いてこっち行きましょうか。はい、セイウチ。あ、セイウチ、正解です。彼ね、生き物ね、今勉強中なんですけど、そう、うちの動画を編集してくれてる男の子なんですけど、本当にびっくりするぐらい生き物知らないんですよ。びっくりするぐらい。ね、最近ちょっと勉強してきたね。はい、セイウチも当たった。変な話、はい、知らなくても生きてはいけますか。そうですけどね。そうですね、確かに。だからそこに、はい、そう知ってもらおうって、うん、はい、こう踏み込んでいくっていうのは結構大変なことかなっていう、うん、まあ、ちょっと話されますけど。確かに確かに、そうなんですよね。ただそのクリマロに生き物を全然知らない男の子がいるっていうのが面白くて本当にびっくり。何だったっけ、なんかよくわかんないやつ言ってたね。忘れちゃったけども、何だったかな、何だったっけ、忘れたね。永遠に出てこない。永遠に出てこないわ。ダメだダメだ。そう、なんか本当に、あ、カモノハシを、あ、イモムシっていうのね、カモノハシをイモムシですかっていうぐらい、割とそれは私の作り方が悪くて、意味が悪いんじゃない、私が悪い、そうそうはい、っていうね。はい、じゃあ続いてここの3種類はあれですね。そうですね、同じ仲間で。はい、じゃあ手前の男性に聞いてみましょうかこれわかる、間違っても大丈夫。アシカ。アシカ正解です。アシカ正解、おーすごーい。じゃあ続いてこれわかる人。はい、はい、トド。正解です。正解、はい、あ、これをみんな、ということはこれがお父さんですね、ということですね、はい、はい、ということで、ここにいらっしゃる皆さん全員正解ということでおめでとうございます。さあ、こういう風にですね、見方がありますので、ぜひ伊勢シーパラダイスに行って近くで実際に見れますので、ね、はい、はい、
時間によっては触れる生き物もいますので、そうですね、はい、ぜひ身近に触れたり近く歩いてたり、はい、館内うろうろしてる時間もあります、ね、館内うろうろしてるんですね、かわいい、ね、館内うろうろしてるってパワーワードですね。あ、そうですか、はい、もっと言いましょうかね館内うろうろ怪獣がしてるってすごいですよね。なかなか普通の水族館で館内うろうろしてますって、確かにそうかもしれませんね。僕たち結構普通に、うん、今何時に誰々うろうろしてる、はい、教えてってあ、じゃあお客さんそっち送るわみたいな会話はあるんで、結構普通なんですけど、確かにそうですね、だいぶパワーワードです、うろうろしてるのってなります確かに、はいはい、ぜひ、ね、見に行っていただきたいと思います。新しいですね、アシカが来て、トドが来て、オットセイが来て、セイウチが来ると、はい、ぜひこの特徴を見比べてというか思い返していくと、またあ、こういう特徴があってこういう形なんだなっていうのが分かるかなと思いますので、そうですね、はい、最後にいいですか館長、もちろん、ちょっとね、私新しい型で作ってみたんですよ、はい、これね、今まではこの正面タイプが結構キャラクター感が満載なこのクッキーだったんですけど、はい、今回ちょっともうちょっと生態寄りに寄せてみました。なるほど、セイウチセイウチっぽいです、セイウチっぽい、はい、これひまわりちゃん、ひまわりちゃんね、でこれね、これは多分分かると思います、ルンタ君、あー、ルンタ君ルンタ君ルンタ君の肩ですね、そうなんですルンタちゃんと後ろに流してます、あ、足を、そうなんです、後ろ足を、でも、はい、爪はないですね、そうですね、はい、爪つけたらえらいこと、こう点点点でつけれるじゃないですか、はい、あ、確かにそうですね、あ、点点点でつけましょうか、はい、この点点点でつけますね、はい、尻尾もないですかね、はい、そうなんですよね私も思ったんですよそう、尻尾つけますね、ここにここに尻尾を追加になります、はい、すみません、あ、これはとんでもないです、これはブラッシュアップの作業を今してるので、はい、この子ね、これトドですね、分かってくれた、はい、トドの色をめっちゃ悩んだんですよ、そうですね、すっごい黒っぽい子も言えば白っぽい子も、はい、はい、そうなんですよ、これなんか茶色にしようかどうしようか、確かにそうですね、悩んで、はいはい、結構ここに並べた時に色がいろいろ違う方がいいなと思って、ちょっとこの差をつけてるわけなんですけ ど、はい、で、ここの違いと、はい、ここの違いを、はい、オットセイとアシカの違い、はい、こうです、あー、毛感が出てますね、そう、毛感が出てるんです、はい、ちょっともさっとした、確かにそうですね、もさっとしてるのとつるっとしてる感じのここにね、飼育員さんがいっぱいいるんですよ、なんか、もう緊張しちゃう緊張しちゃう、合ってる合ってます、合ってる、はい、もう修正するなら今ですよ今とりあえず言っといた方がいいですよ、で、あとの、はい、この鼻の、はい、とんがり感もオットセイの方はこれで、はい、アシカの方はこんな感じですね、はい、これって耳ってどうなってるんですかね、耳はそうなんですよね、私もこれ聞いてて、いや耳やばいな、つけなきゃいけないなって彫るだけでもそうですね、ちょっとこの辺ちょっと形つけようかな、オットセイの方が長いですよね、オットセイだけはね、かろうじてここにいるんです、でもね、位置がね、多分ね、ちょっとね、違いますね違いますね、そうですね、ちょっとここにね、耳がちょんっていたんですけど、違いますね、はい、これじゃあちょっと修正、どちらかというと、はい、そのこの枠の外に耳は出ない、そうですよね、目の後ろに、はい、その枠、なんでしょう、うん、体のこの中に、うん、枠内に入ってくると思うんで、はい、ちょっと傷つけるぐらいの、そうですね、じゃあここでなんかちょっと掘り出す感じの作業をしようかな、肩もちょっとこの辺を埋めて、はい、すいません、いや、ありがとうございます、ちょっとこの時間を利用して勝手に作って、勝手に館長に聞くっていう時間を私勝手に作りましたあの、王も気になりますあ、王教えてください、王が、この子たちが、皆さん王がない、皆さん王がない、はい、誰、王をなくしたのはそうですよね、尾がない、尾がない、尾ちゃんと後ろ足が前に来てますもんね、はい、そうですね、はい、なのでこれピョンって出るといいですね、この子たちそれぞれが、そうですね、案外もうちょっと下の方だと思うんですけど、はい、この辺ですね、はい、この辺ですね、ピョンとピョンと、そうですね、はい、本当に足の付け根、肛門のところに尾があるんで、はい、本当に下の方になると思います、わかりました、
じゃあこれを今度修正して新しくなったバージョンで送りますので、ありがとうございます。はい、あ、治ってるなっていうのを見てもらってまたちょっとおかしかったら教えてください。はい、ちょっと位置違うよって。はい、分かりました。はい、ありがとうございます。いえ、とんでもないです。ありがとうございます。あと、このセイウチのこの鼻とのシワが三次の水になってるのがいいところだなって、はい、さっきも見て思ってました。ありがとうございます。そうなんです。これはその当時聞いたんです。この鼻の形はシワ、シワがね。水曜日の水っていう字を目指して書いてもらえるといいなっていうのをその時聞いてたので。そんなこと言いました。そうなんです。聞いてました。はい。なのでこれはこれで、ね、でもたくさんのこのここの無数のひげはないんですけど。それはもう難しいと思う。はい。これでありがとうございます。またさらにいいものが出来上がりそうなので。ちょっとこれお客さんにも説明ができるようになりました。私これで ありがとうございます。ありがとうございます。はい、生き物の魅力を、はいはい、ここでうちの方でもシーパラダイスさんの怪獣たちの説明ができますので、よろしくお願いします。はい、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、じゃ今回はですね、伊勢シーパラダイスにいる怪獣たちをメインにお話を、ね、はいはい、伺ってまいりました。面白いですね、これ。面白い。なかなかこれ、館長直々に聞けないんじゃないですか。ああ、いや、いつでも話してください。これは表面上のお話なんでね。はい、うん、もっと言えば、個体と意図、性格も、そうですよね、反応とかも、例えば、トレーニングって言ってはちょっと硬い感じしますけど、まあ、接し方もみんな違うので。そうですね。はい、やっぱり、個性ですね。そうですね。はい、うんうん、そのあたりが今一番接してて面白いところではあって、なので、まあ、見た目形のお話だったんですけど、はい、うんうん、そうですね、また現場でもいろいろ聞いてもらえればいいかな、うんうん、ぜひぜひ。もうね、それぞれ伊勢シーパラダイスさんのファンの皆さんはこの子たちは、まあ、セイウチって見てないですもんね。タンポポ、ヒロミ、ヒマリって感じで見てますもんね、はい、皆さん。そうですね。なのでぜひですね、今度はこの中にこうフォーカスさせていただいて、この子とこの子とっていうね、個体名でそれぞれ、なるほどです、はい、終わらないですね。終わらないですね。はい、ペンギンも始まりますもんね。はい、それぐらいマニアックに ね、 そうですね、またお話しさせていただいたら、はい、いただけたら嬉しいです。ありがとうございます。はい、じゃあ2日間にわたりですね、伊勢シーパラダイスでちょっと特集をさせていただきました。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。